アバは、ナイジェリアのアビア州の都市である。アビア州で主要な商業都市である。2016年、の人口は約253.4万人。1901年、イギリスが軍事郵便局を設置した。1901年から1902年、イギリスアロ戦争で、イギリスが勝利し、膨大な数のアロ人を殺害した。1914年、 英領ナイジェリア植民地が建国した。1915年、ポートハーコートまで鉄道が開通し、ヤシユ島を出荷するようになった。1929年、税制に反対して、イボ人女性が女性戦争を起こした。最初は平和なデモだったが、イギリス人が妊婦を殴り子供を殺害したことで、加熱化し、全体では100人が殺害された。 1>, 1万人の女性がアバを更新した。1960年、ナイジェリアがイギリスから独立した。アバは東部州に編入された。1967年、東部中央州に編入された。ビアフラ共和国が建国された。アバは4つの首都の1つだった。1970年、ビアフラ戦争によってビアフラ共和国は滅亡した。この戦争でアバは荒廃した。 1976年、イモ州に編入された。1991年、アビア州に編入された。地方行政区域としては、以下の2つがある。ナイジェリア南部、アバ川沿いに位置する。ポートハーコートから北東に、約50キロメートル、州都のウムアヒアから南に、約60キロメートルの距離に位置する。 産業として、繊維、医薬品、石鹸、プラスチック、セメント、靴、化粧品、ビール醸造所、蒸留所がある。周辺地域では、油やし、コーラナッツなどの農産品が生産されている。ナイジェリア南東部におけるキリスト教福音主義の中心地である。アバにあるモルモン教神殿アバは、ナイジェリア東部の商業の中心であり、 ゴミの処理が間に合わず放置されていることが問題になっている。ありがとうございます。